けらもう手をちょくるのさ天野。どこに行きますか。ここですか。まあ、ここで現場するといつもこと何歳なのこれ。何歳何歳。あ、はてなつけ忘れた。目的地のところに降りる。おい、読めよ。メールぐらい読めよ。1、1、もうすぐ6。え、11なの？ね、え、小学校1年生。小学校1年生？聞こえる？ここら辺だね。聞こえてますか？今隣に座ってんの僕だよ。これ俺だよ。これ俺くるくる回ってるでしょ。いいよ。はい、運転してどうぞ。何する。強いの。強い。あ、喋れる。今喋ってるって。あ、喋れたのか。強いの君。強いの。強いの。ゲームこれ強い。うわ。で、戦いとかって強いのかなと思って。あんまりなんだ。いつも何やってんのグラセフで。グラセフ。うん、普通になんか車とか買ったり強盗とかやったり。じゃあ普通に楽しんでるんだ。うん。ちなみに好きな YouTuber とかいる？ YouTuber？ グラセフの動画とか見ないの？見てるよ。例えば山田さんとか。なんで知ったの山田くんのこと。ん、ね、あ、なんか YouTube とかで。え、 YouTube とかで。いや、どうやって発見したの山田くんを。あ、いろいろなんか、うん、YouTube とかでいろいろ見てたら出てきたんだ。はいはい、それで見て面白いなって。お、山田くんが面白いと。はい。処刑だ。あ、え？処刑です。処刑？今から処刑します、あなたを。やだやだ、あ、怖いよ。あなたを今から処刑します。ああ、あなたを今から私は処刑する。どう？おい、パッシブにすんじゃねえぞ。してないよ。おー、戦え。あ、かかってこいよ。うん、やろうとしてる。おい、11歳。あ、やばい。あ、おい、11歳。大丈夫か。え、大丈夫だよ。大丈夫か。元気出してこうぜ。イエーイイエーイ、楽しい。グラセフ、うん、俺も楽しいぜ。一緒に、あ、一緒に強くなろう。一緒に強くなろうぜ。あそこか。トールくん、ちょっとブレラン使ってるでしょ。トールくん使ってるよ。ふざけんだよ。へー、あ、やった、ようやく。嬉しい。うん、
嬉しいか。いや俺も嬉しいよ、ソウル君と会えて。なんか似てない？これ、あ、これ。誰に？え、山田さんに。え、山田さんに似てない？バレた？本物？うん、マジで？え、よくわかったね。いや、なんか声似てるなって。いやちょっと標準語で喋ってんだけどな。あ、これ、あれ、あれどこだ。あ、よしよし、よし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 。トル君、まだまだ俺に何近づけないよ、そんなんじゃ。うん、俺の動画見てくれてんでしょ。うん、頑張ってよ。あ、粘着爆弾使った。うまい、うまいね。え、声でわかった？うん、わかりました。そんな似てる？はい。あ、本人だけどね。なんで？マジか。頭ない。あ、マシンガスだ。あ、あ、欲しいね。トビ、これ、このゲーム誰に買ってもらったの？え、お兄ちゃんです。お兄ちゃん。え、トビ君パッシブになってるけど。あれ、幽霊モード。いや、パッシブだよ。そういうことだったんだ。そしたらマップから消えることだった。パッシブを解け、戦うぞ俺と。解いたか。あれ、それは、あ、あ、もうこれでできる。俺に不意打ちは効かねえぞ。4 3 2 0。ほら、あ、やばい。お前の死因はな、秒数を言ったことだ。覚えておけ。わかった。秒数は言っちゃダメだぞ。秒数は言っちゃダメだぞ。おい、ハウってるぞ。おい、ハウってるぞ。ブルース邪魔。誰だこの邪魔してるやつは。誰だこの邪魔してるやつは。あー、あー、おい、ソウルめっちゃハウってるぞ。おい、ソウルめっちゃハウってるぞ。俺の声がハウってるんだよ。聞いてんの。自分も攻撃していいですか？ええ、あのね、なんかヘビの声とかね、自分も攻撃していいですか？だって。いいですよ、いいですよ。じゃあソウル君ちょっとうるさいんだけど。ソウル君ちょっとうるさいんだけど。うるさい、うるマイクがうるさい、マイクがうるさい。あ、こっちからだとそっちは小さい。じゃあもうだからマイク、じゃあもうだからマイク、マイクがうるさいって言ってんの？マイクがうるさいって言ってんの？ソウル君デスマッチやるか。ソウル君デスマッチやるか。デスマッチやるか。デスマッチやるか。いいですよ。じゃあちょっと誘うから入ってきてね。誘うから入ってきてね。あとちょっとマイクをさ、マイクをさ、あの画面に近づけないでもらっていい？画面に近づけないでもらっていい？あ、近づいてる。近づいてる。俺の声取ってるでしょ。近づいてる。俺の声取ってるでしょ。どうですかね。うるさい。うるさい。マイクを離してくれ。マイクを離してくれ。どうですか？あ、あ、ダメ、ほら、ハウってるもん。
あいつ退出してんじゃねえかよ。ほんとにさ、ふざけんなよ。しかもなんで小学生って声判断できないんでしょうか。これはね、やっぱ一つの七不思議ですね。 GTA の七不思議、自分の好きな YouTuber の人の声に全て聞こえてしまうというこの七不思議、似てませんかと。私はね、一体誰なんだ。私は桃寺だ、山田だ、私は一体誰なんだ。以上、現場の浜野でした。